ていう役の方がいてるんですよ。そしてまた一人だけ裏が金色のカエルのスタッフがいてます。この会場、広い会場の中でたった一人だけです。それがなんとさっきはここにいました。誰かは分かりません。ぜひ探してください。その人のカエルは他のカエルさんよりもちょっと大きいんです。でも比べてみないとその大きさが分からない。でもその金のカエルを見つけた人はきっと幸せになれると思いますが、その人はもう今はここにはいません。どこに行ってしまったんでしょう。タバコ吸いたちが他で言ってるんで、ヒントは男性、若くない。もうこの2つのヒントぐらいでぜひぜひ探して、運を掴んでいってほしいと思います。それでは夢選手賞2016年新曲踊らせていただきます。よろしくお願いします。よろしく。それではこの会場が本日最後の演舞となります。精神性精一杯踊らせていただきますので、どうか皆さん温かいご声援よろしくお願いいたします。それでは夢天賞2016夢追い人、夢の彼方へ。夢に喜び夢に泣き、その手につかむは夢うつつ。You're
声援ありがとうございます。この夏奇襲よさこい、また夢天章頑張りますので、どうか応援にお越しください。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。